はい、我々はビューフロムスペースというタイトルでやってきました。でこの、ハッカソンの目的というのは、さまざまな問題やを NASA や JAXA などが提供しているデータを使って解決するというものです。でそれに対して、まあ、世界にはいろんな問題というのがあるんですけれども、その自然災害であるとか、それから、環境破壊の問題であるとか、あるいは政治の問題であるとか、そういうものがたくさんあると思うんですけれども、まあ、そういった問題に対して私たちが何かを解決とか示せるというわけではありません。ただ私たちが提供できるのは、タイトルにも挙げました通り視点です。一つだけの視点です。で、かつてある宇宙飛行士の方がこういうことをおっしゃいました。最初の1日か2日はみんなが自分の国を指して、3日目4日目はそれぞれ自分の大陸を指さした、5日目には私たちの念頭にはたった一つの地球しかなかった、こういう言葉を残されました。それで、我々が作ったというのは、それを再現してみたいということです。で、これが私たちの作ったアプリケーション、ビューフロムスペースです。アプリというプラットフォームに近いんですけれども、でカメラは常に ISS がいる現在地を指しています。これは全く動きません。カメラを動かすことはできません。ずっとここを見ています。で、高度は約3000キロ、 ISS の高度は10倍ぐらいですね。でこの視点が変えられないというのは欠点のような気がしますが、これはむしろこのシステムの利点です。でそれはなぜかというとですね、世界中の人が誰がアクセスしてもこの画面を見る、誰もがこの画面を見るというのがこの特徴で、世界中の人たちとこの一つの視点を共有したいというのが、私たちの考えです。でこのシステムの中にはですね、今は普通の地球が映ってますけれども、例えば、地球の平均気温のデータであるとか、あるいは、ちょっと面白いのでいくと今ね、海が映ってるんでちょっと、ね、時間が悪いんですよ。もうちょっと後だと陸地があって面白かったんですけど、そうはいかなかった。これは面白いかな。これは雲の密度を表したデータですね。真っ白ですけれども、ちょっとだけ大陸のところだけ、水色になっているのは、これは雲の濃度が低かったからです。こういうことが要するに皆さんの、みんなの人たちと共有できるということです。で、このアプリにはですね、3箇所、ものが表示できる場所があります。で、一番こっちが、アーティクルと言われている、一方しかない。アーティクルと言われているところ、ここに、ISS の位置に、対応するコンテンツが出てきます。こっちの一番端です。で、ここには本来は、ユーザーので本来はこれユーザーの人が、ポストしたコンテンツをプロットされるんですね。今 ISS で出てるのと同じようにユーザーの人がこうやって今、アーティクルが出てますけれども、これに位置情報が入っていて ISS から見える距離2500キロに入るとそのアイコンが出てくるような仕組みになってます。で、今僕がここにいるよとか ISS が見えたよみたいなのが、リアルタイムで共有できるということです。はい、ありがとうございました。こういうものを作りました。よろしくお願いします。